東京都立図書館所蔵、武州豊島組江戸小図、武州豊島組江戸小図は、寛永9年に作成されたとされる、江戸の地図。寛永江戸図などの名でも呼ばれる。観光例江戸図としては、最初の時期のものであり、内容も正確であると評価される。最初に出版された江戸図という推定もある。 シャや復刻が多く流通しており、類似の本も含めて、関英図系統、関英江戸図系列などと総称される。国立国会図書館肖像の武州豊島郡江戸小図がかなり古いもので、原版ともされる。制作者や制作年についての記載はなく不明である。関英9年に作成されたとされるのは、後年復写された図の中に、 完成9年る12月10会といった文字が書き込まれたものがあるためであるが、これは副写が作成される過程で、屋敷の主として記された大名の中から交渉が行われた結果として書き込まれた情報である。このため、原本がこの年に刊行されたということを意味しない。刊行年代については以下のような小説がある。観映図系統とされる、 江戸図の中で観光年が明記され原版の残る最古のものは万事4年に京都の河野同世が観光した審判部衆江戸の図である。なお、初期の江戸を描いた江戸図屏風、江戸名所図屏風は共に部衆豊島郡江戸小図の影響を強く受けている。国立歴史民族博物館が実施した江戸図屏風に用いられた漁師の放射性炭素年代測定から 関永17年以前の制作が確実とされ、当図もしくは原版の観光もそれ以前、黒田秀夫が唱えた、江戸図屏風の制作年代である関永11年から12年より前となる。西を上に描かれているが、縮尺や方位は正確ではない。図の上部に、武州豊島軍江戸小図と記した大学があり、これが関永図系統の特徴の一つとなっている。なお、 武州豊島郡江戸小図という表題については、寛永年間に江戸市をと称することはなかったはずであるとの疑義も提されている。図の特徴として、絵画的手法と地図的手法が共に用いられていることが挙げられる。江戸城内の建物などは、絵画的に表現されている。本格的な地図の作成につながる、過渡的な表現とされる。また、江戸城本丸の西部は、 実際よりも、東西方向に圧縮して描いている。市街地を過不足なく包含するのではなく、周辺を切り捨てて表現しており、江戸城の背後の地名は採用されていない。屋敷画など、図内の文字は一方向から読まれることを想定し、文字方向を揃えて記されている。これは携帯の便宜のためで、武家屋敷についての情報提供が、主目的という考察がある。 ありがとうございます。